おはようございます。今日もこれからね、フォースポークンやっていきたいと思います。とりあえずちょっと待ってね、ツイッターに上げてから。今のところはまだわからない。今のところまだ面白いの方が勝ってるかな。さてどうしようかな。化け物と腕比べでもするか。え、すごい早い。ロード時間がびっくりする。今音上げよう。びっくりする、そんな早い。お茶飲んでから。うん、まだ少し先だな。そっか。敵はいないみたい。マーカーすって。なるほどね。あまり気を抜くな。敵の気配がするぞ、気をつけろ。はいはい、分かってるってば。今回は可愛い動物には近づくなよ。分かってる。じゃあお前も人をイラつかせる言動は控えめに。俺がいつイラつかせることを言った。認識の違いだね。ブレイクゾンビそこら中にいる。元はいい人だったんだろうけど、マジ勘弁。来るぞ。おはようございます。おはよう。早く倒せないな。どうやって早く倒すんだよ。何これ。グーモーニー。これ上か。ちょっと R 押さない、R2 押さないといけないの、めんどくせえ。
大したことなかったな。もらえるだけラッキーじゃん。今の聞いたんじゃない？そこか？すごい、これ効くわ。俺も試してみたかった。目をつむってても勝てた。やけに余裕だな。マナをゲットしていったよ。あんたの力だ。すぐそばに感じる。石碑があるってこと？なんだこりゃ。タンタの石踏み。タンタたちが力の一部を封印した証。ブレイクに覆われていますが、魔法で取り巻き石踏みに触れることでフレイの能力を上昇させてくれます。アーシアには数種類の石踏みが存在し、それぞれ異なる能力を上昇させることができます。ブレイクが迫ってきている。スパールが沈むまで時間の問題。ああそうだ、これなんか嫌な感じ。何らかの理由でブレイクを引き寄せているな。お前の力で吹き飛ばせそうだ。やってみろ。敵の気配がするぞ、気をつけろ。何なのこれ、登れねえんだけど。どうやんの。おう、なるほど。現実逃避も結構だが、死なない程度にしろよ。目を開けろ。それができるならもうやってる。どこかで休んだらどうなんだ。化け物はいないね。まだ暴れ足りないのか。
私を何だと思ってんの。ねえ、まだなの？遠くはない。何かあったか？あ、家があるじゃん。どうせなら見に行く価値のある場所を見つけてよね。そこまではさすがの俺にもわからん。アルガギルド、地図を見る限りそうみたいだな。まあ悪くないね。ああ、役に立ちそうだ。ああ、私の本能がそっちには行くなって言ってる。俺の本能もだ。気が。うな。あちゃ。アーシアンたちは高い建物が好きなの。そびえ立つ塔の数が多い国ほど豊かだというの。高いほどいい。そういうとこは私が楽しみに。アーシアの場合、かつては豊かだったということなんだろう。タンタがおかしくなるまで。まあ拾っておけ。よし。もうそろそろだぞ。お疲れ。私ここが目的地みたいね。ずいぶん荒れ果ててる。ここじゃ目当てのものは見つからないぞ。そうね、分かってる。いい出だし。よし。
最高、ここから見つけるってわけね。どうやってここから本を探すの？なくなる直前の研究なら安全な場所に保管していたんじゃないか。さらに上に行ってみるか。一体何階まであるんだろう。ここはブレイクに侵されてないみたい。ここなら本があるんじゃない？なら探してみるとするか。ねえカフ、ここに書いてあることわかる？なんで話し言葉はわかるのに文字は読めないんだ？知らないよ。同じ言葉を喋れるのはよくあることって言ったのはそっちでしょ。読み方を教えろっていうのか？まったく。うん、こんなにブレイク内で発見できる結晶、一般人が触れると稀に意識の混沌や記憶障害を引き起こすため取り扱いには厳重な注意が必要だが、一方で非常に強い魔力を秘めていることも判明している。この力はタンタと何かしら関連があるのではないかという仮説も提唱されたが、サンプルが少ないためより詳しい研究をカーナシエンテギルドで行うことはできなかった。うん、キムチ食べてます。この本にはブレイクが起きた後に発見された、つまりブレイク結晶、そう呼びたい。爪かわいい。古来よりタンタたちが魔力を高める方法として行っていた儀式、タンタが自らの命を使い不思議な文様をこの爪に描くもので、さまざまな効果が発揮されるとして、この文様は民間にもおまじないとして伝わっている。タンタの血に不思議な力があるため、それを準ずるものなら同じ効果が期待できそうである。うん、かわいい。ホースポークのネイル作ろうかな。うん。おお、これは興味深いな。何が？タンタたちは爪に血で模様を描くことで何かしらの特殊な力を高めていたと書かれてる。そして爪に描く模様によって高められる力も変わったそうだ。へえ、おっそう。それは役に立ちそうな情報。これは驚いたな。この2冊には興味深いつながりがあるぞ。え、つながりって？その結晶はタンタたちの血と似た性質があるようだ。それを使って似た力を得られるかもな。マジで？うわー、すごい。かわいい爪。写真撮ろうかな。元気ですか？元気だよ、ブライアン。元気してた？ちょっと待ってね。ステイ。ハロー。
ハロー。Estou bem. O que você tem feito ultimamente?最近は学校に行ってサッカーのトレーニングをしているだけです。おお。え、そうなの？私は学校で1、日、10時間過ごします。悲しい。悲しいの？O que você aprendeu recentemente na escola? Oh.スレイ、最大支援魔法ダメージ、古い魔法ダメージ、攻撃魔法のたまる速度、哲学、物理学を学びました。Legal, é bom aprender. これにしようかな。あなたなの？最近学校で何を習いましたか？上、www。ん？ああ、できた。こっちもじゃあ同じネイルにしよう。あ、ごめん、全然見えなかったかもしれない。Vamos tentar esta unha.正直ネイルは興味ないけど、魔法のネイルならそうは。アジアに一般的に使われてる文字。なんだろうね。はるか昔、初代タインタがアーシャの民のために作ったと言われている。かつては誰でも読み書きができたが、ブレイクが発生してから書物も読むものも減り、文字が読めないものが自然と増えていった。文書の構成に比例的簡単なため、語学の取得のあるフレームをカフーに教えてもらい学ぼうとしている。どういう意味だろうね。何もわからなかった。
algo como o sânscrito, que parece ser a língua deste país. O mai no omeate no hon wa koko ni wa nai yō da ne. Aru hazu da kedo, ue mo sagashite miyō. Nani mo nai yōri wa mashi ka? O mai ga yū na. Sukoshi akaruku natte kita. O. Kore mo chigau mitai da ne. どうやら仮面をかぶった人間みたいだ。何者なのか確かめないとな。なら方法は一つだね。聞こえる、殺人鬼さん。そっちに行って仮面を外すよ。もし嫌ならそう言って。オッケー、嫌なのね、分かった。ああ、じゃあその草の檻の中にいてよ。私は部屋で本を探すから。話が違うじゃない。おう、待て、私の娘。待って、まさか、まさかパパンかい。ファーザー、オーデン、ファーザー、ロビアンなの。わお、オーデン、ファーザー。まるで幽霊を見てる気分。でもみんな死んだと思ってるよ。その色は青だ。そして鼻が開く。どういうこと？書いたのは赤色の本でしょ。奴らが入ってきて、時々頭が。だがやってみよう。やらねば。うん。ブレイクに侵されてるみたいね。でも君は。君には影響がない。なぜだ。わからない。私の家は遠くにあって、ここじゃないんだけど。でも飛ばされて、ヒュン。そうそうそう、ピューン。そう、ヒューンって。そう、元来たところに戻りたいの。ヒューンって。ヒューンって。君は行くべき場所に戻れるだろう、じきに。ヒューン。そうよ、ヒューン、ヒューン。来たぞ。ここにいて。来たぞ、来たぞ。ティータイムだ。今のは誰の声？誰にせよ警戒した方がいい。まさかずっとロビアンが生きてたなんて信じられない。あの娘が知ったら腰を抜かすな。お前、ああ、ここは我らがタンタサイランの霊、立ち入ることは許されん。もう立ち入っちゃった。我々と一緒に来てもらう。そう簡単にはいかないよ。うまくする。え？プレイの魔法が敵に対して効果的ではない場合、カフの能力で敵の特性を調べてみよう。対しアドバイスがもらえます。そうかい。つくんだ。サイラの兵士だ。あの頑丈な盾はお前の魔法でも壊せなさす。そうだな、やつの背後に回り込む方法を探してみろ。オッケー。ちょっと何なのこいつら。サイラの命令にのみ従うプレイノストの兵士だ。そう、盾が邪魔なんだけど。ゾンビや化け物とはまた違った不気味さだ。自分の意志はなく感情もない。痛みも感じない。よっしゃ。あの盾が本当厄介。
後を狙え。ああ、え、すっげえ出てきた。はいよ、グッナイグッナイ。話が進んじゃった、まあロスしちゃったら最悪ごめん、見てる人ごめん。平気大丈夫そうね。巻いたみたい。正気を失ってる。ああ、残念だが手遅れだ。ブレイクに侵されてる。でもブレイクボブが家に帰る唯一の希望。それは不安だな。今お前の意見は聞いてない。お前の決断は俺にも影響するんだ。何時の行く手に我も行かんってな。そうね、私とお前を繋いでる魔法も帰った時には溶けてるといいね。そうか、相棒ができて嬉しかったが。はいはい、言ってな。何か言ったか。ああ、いや、ただの独り言ってやつ。素晴らしい。私もよくやる。いや、違うか。頭の中の声とそれ以外の区別が難しくてな。ああ、あんたの言ってることわかる。それで、君はどこから来た？ああ、シパールよりも大きな町で、ニューヨークっていうの。ほう。ああ、そうか、知ってると思う。本当に？違うか。モヤのかかった記憶の片隅にあるような気が。それか夢かな。知っているべき場所な気もする。以前聞いたことがあるのか。君から聞いたな。ああ、そうだ、君から聞いた。そうだ、
これが唯一の希望か。黙ってて。うん、嘘、街が燃えてる。確かに煙が上がってるように見えるな。行こう。27でしょ。電車ね、電車使いたいね。何にもあれしてないんだよな。29か。困ったな。おはようございます。おはよう、ゆみちゃん、おはよう。今日はホスポくんをやっています。24日に発売されたやつだよ。変わってる。はい、クエニのゲームになりました。なかなかこれは面白い、今のところ。かっこ今のところ。R2 が結構厳しい。こっち上まで行くか。聞いてるみたいだね。よっ、これだ。うん。
感じ。敵がさ見えないよね。ないんだ。超わかりづらくない？綺麗なのがいいよね、高画質でさ。綺麗が一番よ。わかる？わかる。すごい綺麗よ。あ、なにこれ。鍵がかかってる。どうやって入るの？え、なにこれなにこれ。パズルになった。これ難しい。なんで左に回したらこれになるの？あ、こういうこと？鳥の羽。おう。あ、なんかもうないのか。どうやってあれ。9。どうやってクラフトするのかな。この家じゃクラフトできない？テント張らなきゃいけないかな。これも見るだけか。宿、ここまで行かないとクラフトできないのか。きちいな。マジで、せっかくじいさんでここまで来たのに。まあいっか、しょうがねえ、クラフトしに行くか。まあ 100m くらいだったらいけなくもないけど、若干めんどくせえな。取れない、取れない、通れない。ゴリ押しで通れる。どうした？ああああああ、くしょ、危ない危ない危ない、死んじまうよ。さあ、とどめだ。
切るところ吸っちゃったよ、ごめんよ。あ、まあ、来てよかったっちゃよかったか。これもあるし、これをね集めたら違う技が使えるんだけど、なんか同じ技しか使ってない。どれだ？めっちゃいいじゃん。クラフトしなくても回復薬を手に入れたべ。はい、家に帰ってきたよ。まずは強化かな。ケープね。こっちはなんかできるのかな。どうやってやるの？スキルが必要です。ギリよく5にしておこうかな。あ、まだできるの？一つの装備品そういうことね。あ、こんなあった。そうか。スタミナ、クリティカル、攻撃上昇、スタミナ減少、毒ダメージ半減。何にせよ回復が一番よ。知らなかったこの効果はい、これも区切り欲25。そうだったのね。紫の魔力が何なのか知らないんだけど。まずクリティカル、これでいいや。ポーチ。素材ポーチ。
いやー、どうしようかな。そんなに死ぬかな。強いかな。でも後悔するかもしれないから、あげとくか。なんなの、ここにあったじゃん、回復薬作んなくって。もうすげえムカつく。なんなの、もうプレイノストで謎の霧が発生してからしばらく経ったある日、行商人がレガストストゥーソンを通りかかったが、村は無人であった。何事かと見渡すと、建物の上に翼を持った黒い何者かが立っているのを発見する。その姿を見た瞬間、急に怖くなった行商人はシパールまで逃げたいという、逃げたという噂である。噂はね、本当だよきっと。マジで逃げてる。よくわかんねえけど、やめるか。寝ていいのかな、あんな家燃えてんのによ。夜になった。変えられるんだ。え、変わんねえ、夜も朝も。頼む。あー、ファストトラベルできるようになったのか。じゃあ行きますか。早く走れんのいいわ。なんか距離がすげえ短く感じる。200メートルも短く感じる。すごいいいな。他のゲームの距離考えるとすげえなんか、うわー遠いなー、ここまで行くのは遠いなーっていつも思ってたけど、すげえ近く感じる。いいなー。何これ、なんか落ちてんじゃん、めっちゃ。あ、何これ、回復薬、最悪作っちゃったよ、もう。ほんとそういうところで、ね、パパンどこ行ったんだろうね。パパンはここに入ったら急に現れるのかな。あ、いた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 、こんなところで待ってたの。あたし寝てたんだけど、ごめんね。
何があったの？彼女が現れた。サンタサイラが。クレイというやつを探してる。私？この世界に来たことがアーシア中に伝わったんだ。お前の存在がタンタを脅かした。クレイ戻ったのね。オリビア、何があったの？救世主は彼女じゃなかった。あなただった。私は救世主じゃない。オーデンがタンタに捕まった。オーデン？オーデンが。あ、バブ待って。老人の心配もいいが、今はサイラを止めるのが先決だ。大丈夫、何とかする。手伝うわ。ダメ、絶対ダメ。ここにいて。どっかに隠れてるの。ほうほうほう。なんだあれ。これなんか距離感わかんねえな。近いんだか近くねえんだか。ダメだ、彼女にかなうはずがない。タンタサイラが街を潰す気だ。オーデンが広場の方にいる。急がないと。マジで。街が襲われてる。死人が出てる。だからなんだよ、お前らさっきまで文句言ってたじゃねえか私に。わかんねえけど、ゴミめっちゃもらおう。ここでできたんだ。やっちゃった感がすごい。どうして私たちを苦しめるの。広場の方にいる。急がないと。タンタサイラが来た。街が襲われてる。あ、こいつか。死人が出てる。あ、わかったわかったわかった。この女のせいだ。え、ちょっと。お願いです、その怒りをお鎮めください。女の居場所をタンタサイラが話すんだ。侵入者はどこにいる。娘よ、我がレルムに許可なく立ち入ったあの女だ。タンタサイラよ、私はアルロビアンキーンだ。お父さん。オーデン、私はかつてタンタシンタに仕えたものだ。妻のカリスタもあなたの軍にいた。どうか娘にお慈悲を。ロビアンキーン、その名は久しぶりに聞いたな。あの田舎娘を助けに行こう。助けてもらっただろう。あ、クソ、そうね。サイラを死角から拘束し、オーディン、なんとかしないと。死角から近づけばチャンスはある。人混みに紛れろ。分かって、紛れるから黙っててよ。
無理じゃない？急げ、田舎娘が殺されるぞ。だがお前の願いは聞き入れぬ。お前の娘は侵入者をかくまったのだ。しかもそれどころか、あの女の居場所についても口を閉ざしている。誰かがその罪に報いねばならぬのだ。たったサイラ、なんてことよ。そこをどかぬか。頼む、聞いてくれ。女アーシアを、いやあなたも助けられる。そこをどけ。戻った。待って、何が起こってるの？タントサイラは物や人の性質を変えられるんだ。手下の一人を代理で使わしたんだろう。ちょ、何してんの？なんてことすんのこのいつ。お前だしね。町の人たちまで襲うなんて。お前を捕らえるためなら手段を選ばないようだ。ちょっと、今のはどうよ。くそ、あいつの翼マジでいろいろ厄介なんだけど。撃ち落とすしかないの。ちょっとあのやっぱり上げすぎたな、あれクラフトしすぎた。スタミナ100、もうちょっとギリギリで倒したかった。やっぱちょっとクラフトしすぎた。とも死んじゃった。この犠牲者たちを見ろ。この悪魔のせいだ。あなたも見たでしょう。私たちも殺される。ご決断をベレーテ議員、あなたも同じ意見では？ああ、捕らえろ。やめろやめろ、この子は私たちを守ってくれる。この地を救えるんだ。奴も正気に侵されて闇が広がる前に皆捕らえろ。いや、そんな真似はさせない。ロビアンは知性にあふれ、その言葉には重みを持つ。生きていると知っていたら彼が議員になっていただろう。この娘は彼を連れ戻したのだ。よく戻ったな、我が友。タンタサイラの襲撃で一つ分かった。敵の敵は今や味方ということだ。こんなに多くの命を奪われてまだ耐えなければならないのか。ベレーテ議員の言う通り、タンタサイラは再び復讐に来るだろう。その通りだ。今すぐこの女をタンタサイラに引き渡せ。必要ない、私から会いに行く。ああ。なんかツイッターで見たら、フレイの性格が悪いってめっちゃ書かれてたけど、全然性格悪くないと思うんだよ。
まあ、泥棒はしたけど。ちょっと突っ込みどころがあるけどね。破天荒な感じで。叩かれる原因だったのかな。あ、まあ、ちょっとやめよう。復讐の誓い、復讐してやるぜ。ああ、またクラフトか。おはようフレ、これ約束したトラーナの本よ。ねえ、その件だけど、頼まれてた本は逃げるときに全部燃えちゃって。いいのよ、あなたは本よりも大切な父を連れ帰ってくれた。それだけで十分だわ。そうよ、よかったよかった。受け取って。どうも。父ちゃんが書いた本だからまた父ちゃんが書けばいいよ。上層階の資料室に行けばもっといろいろわかると思う。資料室ね、了解。オーデン、さっきあんたの親父さんが出て行ったぞ。あ、ごめんなさい、私行かないと。パパン、どこ行ったの？ロビアンがトラーナについての研究を聞い録した白い本。未だ謎は多いが、時空を歪ませて空間同士をつなげることができたと書かれている。移動する距離や開く空間の大きさによって必要とされるエネルギー量も変わるが、理論上は人を別の大陸や別世界へ移動させることも可能と書かれている。そうなんだ。さっさと資料室に向かうぞ。でもボブのこと気になる。帰る方法を聞きたいし。はあ、勝手にしろ。だがいいか、サイラを倒すことは忘れるな。君フレイでしょ。この前不思議な力で化け物を追い払った。俺はピーロ。町を救った英雄に会えるなんて。私は英雄じゃないし、今後もなるつもりはない。なんかよ。困ってることない？何でも言って。例えばほら。そうだ、町を案内してあげるよ。まだ来たばっかりだよ。案内役がつくとはありがたいな。頼んだらどうだ？土地勘がつくぞ。いや、いいよ、そんな気分じゃない。もうそう言わずにさ。いいよ、
じゃあ俺待ってるから、準備ができたら声かけて。サイドペースを受けることができます。案内頼む気になった？頼もう。じゃあ分かったよ。じゃあお願い。やった、喜んで。それじゃあまずは仮想街の広場から案内しよう。こっちだ、ついてきて。こっち。仮想街には避難民が住んでる。で、この広場がその中心だ。あんたも逃げてきたの？親がね、俺はここ生まれ。アーシが危険に陥る前のシパールは、自然の中に石造りの建物が並ぶ美しい町だった。その名を七残りを残しているのがこの広場であり、中央にある石髄と長い階段はシパールの名所となっていた。現在は災害や老築化によりかなり崩れてしまっているが、今でも人通りは多く、ここで物々交換をするために日々多くの人が足を運んでいる。生粋のシパールっ子ってわけ？俺の同世代や小さい子はみんなそうだよ。あんた古本に興味があるのかい？お目が高いな。ここにあるのはどれもカーナシェンテギルドから持ち出した貴重品なんだ。そうなの？そうなんだ。あ、これクラフトについて書いてある。使えるかも。ああ、役に立つかもしれん。欲しければそれに見合うものと交換してやろう。古いものを集めてるんでね。お宝があれば譲ってやってもいいぞ。この古い効果は？これはなかなかじゃないか。本によっては枚数が増えるかもしれんが、まあ見てごらんよ。古い効果交換できる。さあ、どの本が欲しいの？クリティカルダメージ。プラス。毒無効が欲しかった。じゃあこれにするか。いやでももうちょっと頑張って鉢集めた方がいいかも。ではまた今度。待ってるもの見せてくれ。ここ集めるのきついな。それじゃあまた来てくれ。ボブの様子。
あらま。三角ボタンが出ないのよ、ほんと。それがイラつく。あんたは確かオリビアの。エレフ、彼女がオリビアの言っていた人か？あ、素敵なお姉さん。おいおい、誰のことだ？オリビアはよくエレフの面倒を見てくれてた。でも私のような大人に懐くことはなかったんだ。あんたは特別だったんだろう。特別？あんたにとってはどうだったんだい、あの子は。不思議な子だったにしとく。そんなに話したわけでもないのに、絆を感じた、あの子とは。なぜかルイ友だからな。オリビアは強いし頼りがいがあったんだ。でも寂しそうで。そう、タンタサイラは勇猛な戦士だったらしい。くれぐれも気をつけるんだぞ。命というのは本当に儚いものだ。昨日までは何の悩みもなく楽しく一緒に笑ってた相手が、ある日突然風になって消えてしまうことだってある。今のこの街で愛の物語を描いても行き着く先は確実に悲劇だ。確かにそうかもね。一曲聴いていくかい？君の心が少しでも安らぐといいんだけど。ではご清聴ください。プレイノストに救う凄まじい恐怖。そんな歌になっちゃったの？名前のセンスが今一つだな。プレイノストの大地は過酷、そしてとても獰猛だ。そこに旅して帰ってきた者はほとんどいない。影まで燃やし尽くされる。そしてただ置き去りになった者たち、彼らは空虚で埋め尽くされる。君もくれぐれも気をつけるんだな、もしもそこへの旅を考えているのなら。素敵すぎて全く参考になりそうにないな。芸術家気取りなんだろうが、情報としては価値がない。要はあれ、プレイノストは危ないから気をつけろ、そう伝えたいんでしょ？投げ。ここが俺たちのねぐら。ひどいな、人の住む場所とは思えない。家を直したりはしないの？ガタガタ。直すよ。でも下は後回し。まずは上層階全部ね。そっちが優先。クソだね。水場を案内するよ。あー、それならもう見たから大丈夫。そうなんだ、了解。他を案内する。
恐ろしいことってあるかしら。見張りもつけずにあんな人をうろつかせるなんて信じられないわ。ねえママママ、あの人って。お黙り。あの人に近寄っちゃダメ。わかった？なんだよその言い方。いいよ、慣れてるから。なんだ、怒ってやり返すとこが見たかったんだかな。なんだよコソコソしやがって。まあだけどそれだけ怖いんだろうね。君ならその力でシパールを変えられる。そうだよ、格が違うんだ。またそんなこと言って。私に期待しても無駄だから。そうだ、動物は好き？嫌いじゃないよ別に。よかった、じゃあきっと楽しめる。こっち側で家畜たちを放牧してる。肉はあんまり食べられない。でもいいんだ、仕方ないよ。そうだ、空気から食べ物を作れたりしない？いや忘れて。放し飼いで育てている牧場であるが、墓場に近いためかあまり好んで行く人はいない。なお肉は配給物資の中でも非常に希少で滅多に食べることができないため、より多くの家畜を増やそうと試作を試みてはいるものの、家畜が盗まれたり病気で死んだりとまだあまり成功する目処は立っていない。広い方は墓地なんだ。死んだらみんなあそこに埋められる。牧場とお墓が一緒って妙な光景だね。そうかな、一緒にすると便利だよ。動物が雑草を食べてくれる。ねえ、もっと近くで見てみない？わお、リーバちゃん、みんな人懐っこいんだね。きっとフレイが珍しいんだよ。どう？餌をあげてみない？いいの？あげるあげるあげる。わかんないけど。もちろんだよ、待ってて、今餌もらってくる。好きな子のとこに行って餌をあげてみて。タンタサイラが牧場まで来なくてよかった。それだけでも感謝しなくちゃね。この子たちは今まで以上に町の財産になる。毛にミルクに肉、皮は紙になるし、どこを取っても暮らしの糧になる。洗ってやらないの？綺麗にしてもすぐ汚すんだ。泥遊びが好きだから。こんばんは。餌あげるところを見せてほしい。
辺がさっき言ってた墓地。すごい数のお墓。ああ、人間死ねばみんな土の下だ。嘘、もう全部食べちゃったわけ？はあ、ちょっとそういうところもスクエアって感じがするね。もうちょっと竜が如くとかだったらもぐもぐってしてるところとかね。看板出そっかな。じゃ次は上層階を案内するよ。さっき来た階段を上がっていくんだ。それとももう少しここを見て回る？あそこが墓地だ。シパールで死んだ人たちがみんな眠ってる。でも最近は数が多すぎて弔えない。ハロー。ホースポコンやってます。お願いがあるんだけど、すごい力、少しだけ見せてもらえない？冗談じゃないぞ、断れ。見せ物になる気か？あれは人に見せるものじゃないから。そんな、もう一回見たかったの。かわいい。あの力があればアーシアもきっと救えるよ。だからそういうこと言わないでくれる？私はそういうのじゃないから。ああ。ここがリッチな人たちが住むとこね。そう、美味しい食べ物も上等な服も安全に暮らせる家だって手に入る。生まれが貴族ってだけで何でも管理して、ほんと腹が立つよ。これぞ宿命ってやつだな。生まれた場所が一生を左右する。なるほどね。今日朝からキムチ食べたからお腹が痛いわ。見ない方がいいわ。仮想外のやつがここに何の用があるって言うんだ？昨日もそうだったんだけど。また来てる。ほっとけよ。どうせそのうちいなくなる。キムチ食べたらお腹すぐ痛くなる。何か悪さしたらね。するに決まってるでしょ。上層階の猫は人を怖がらないんだな。だね。可愛いけど、オーマーが一番。ここが牢獄と。あ、ごめん。知ってたね。いいよ、気にしないで。でも中を案内するのはやめてもらえる？どうも。本当に救ってくれるの？俺たちがあれから言うことじゃない。お機会が決めたんだ。あー、お腹痛い、マジで。綺麗だね。おまけーなー。こっちは霊廟だ。死んだ人の魂が眠ってる。ここで何をしている？それに
仮想外のものも。お前らここを何だと思ってる。ケズ様が失せろ。はあ、よりにもよってこいつか。町を救ってくれた。フレイはこの町の英雄なんだ。その気になればお前らを一瞬で灰にできる。でもそうはしないだよな、フレイ。ちょっといい加減にしてよ。何、急にどうしたの。町を救いたいならご自分でどうぞ。私を巻き込まないで。まあね、あんなに嫌われてるのに救いたい気持ちもなくなっちゃうよね。アーシアンが死を迎えるとその魂はシュパールの霊なんとかに向かい、そして永遠に眠るという言い伝えがある。そのため昔から人々はこの霊牢かな、訪れ死者が安らかに眠れるよう祈りを捧げる風習がある。いつからこの霊牢が建てられたのか定かではないが、町が建設される前から存在しているものとも言われており、歴代のタンタたちの祝福が与えられた場所として人々からは神聖な場所と思われている。町の案内はいいのか。まだ途中だったのに。あんな奴に案内されたくない。まさか本気でタンタサイラの元に行くつもり。まあこの町にこれ以上いられても困るんだけど。なんてこと言うんだよ。今私はどこ。あ、ここか。こっちに行こうか。とにかく早いとこ片付けよう。そうだな、同感だ。右か。猫だ。どこ行くんだろう。どうするんだ。ペット人形を手に入れた。やった。これ5個見つけなきゃいけないから。私にありがとう、気が利くね。入れるのかな。入れないか。
おっと、俺たちをもてなしてくれたあの議員さんか。この化け物め、まだ町を出て行ってなかったのか。お前のせいで町はタンタサイラに襲われたんだ。それいい加減聞き飽きたんだけど、もううんざり。ああ、ジェネシギ、ついに本性を表したな。奴に近づくな。呪い殺されるぞ。こいつに関わった者は皆あの子のように非業の死を遂げる。今なんて言った。落ち着けフレイ、面倒なことになるぞ。あの猛獄した老いぼれを連れ帰ったところで一体何が変わったというの。何も変わらない。お前はこの町に災いをもたらした疫病が。これから変わるよ。ジェネシギ員の言う通りだ。ちょっと出ていけ。キラー、くそ。怒りを抑え込むことを覚えたようだな。驚いた。ほんと自分でもびっくり。相手にするだけ無駄だ。正しい判断だな。失せろ悪魔め。災いは二度とごめんだ。悪魔って言われた。ひどい。効果を見つけた。いいじゃん。次こっちかな。何してんだろう。亡くなった者たちに弔いの祈りを捧げているようだな。祈りで状況が良くなるとは思えないけどね。長年の習慣は変えられないんだろうな。死者を悼んで今の苦しみを乗り越えようとしているんだろう。ああ、死を悼むね。よし、6、7、8、やっと8になったじゃん。変える。一人でタンタサイラに立ち向かうつもりなのか。私に言わせればただの自殺行為にしか見えないよ。あれ？何なの？あの時もし守れていたら。今さらどうしようもないのはわかる。でももう一度だけ話したかった。みんなそういうふうに思うんだよな。毎回ここへ来て死んだやつ祈らなきゃいけなくなっちゃったらすげえ地獄なんだけど。
三角でなくてイラつく。タイナシギルドが崩壊したって本当かい？あそこにはアーシアの貴重な英知が集められていたのに、他のギルドはまだ無事のようだが、それもいつまで持つか。何なの？なぜまだシパールにとどまる？タンタサイラのもとへ行くというからお前を解放したのだ。その約束を忘れたわけではあるまいな。待って、それはオリビアの名前。オリビアだけではない、命を落とした者たちの名だ。死人を書き留めているだなんて悪趣味だな。お前の軽率な行動で多くの命が奪われた。私の軽率な行動？オーデンが死にかけたのは私のせいじゃない。生贄を一人差し出せば多くが救われる。間違っているか？なぜそう思う？生贄にカツアゲだからな。入ってない。まあ、あんたはならないだろうしね。だからそんな無責任な奴の言葉なんか聞きたくない。以上。これ以上ゴタクは聞きたくない。サイラは私が倒す。それに誰一人犠牲にするつもりはない。もちろん自分も。情けないな。あれが町を代表する者たちの言葉とは。あの調子じゃそのうち町中の人間が生贄にされるぞ。確かにそうかも。通れないのめんどくせえ。あらやだ。何？じゃあここに行こう。なんかオリビアの思い出がありそうで嫌だな。あんた正気があるところから来た脱獄犯だろ。なんで上層にいるんだ。帰れよ、正気が移る。ひでえ言われっぷりだぜ。いっちゃなみに文句言われてるで。してるよ。ああ、昨日の襲撃でまだ気が立ってるのかもしれんな。猫も危険を察知してるのかもね。
ねえ、フレイ待ってよ。しつこいよ。私は手を貸すなんて一言も言ってない。分かった。ごめんよ、俺ちょっと調子に乗りすぎちゃって。お願い、最後に一つだけ案内させて。お断り。頼むよ、お願い。向こうは引く気がなさそうだぞ。分かったよ、ちょっとだけだからね、すぐ帰る。ありがとう、本当に。こっちだ、ほら来て。ちょっと、何なの。町を守ってくれて、本当ありがとう。いいやつじゃん。ママは話しちゃダメって言ってたけど、助けてもらったから。ありがとう、フレイ。みんな、君にお礼が言いたくてずっと待ってたんだ。そんな、私は何も。それは違う。君は恩人だ。俺たちみんなのね。感謝してる。待ってよ、このために私に声かけたの？ピーロ、またサボりやがって。この役立たずが。ああ、やば。どこで油を売ってやる。踊れ早く。まずい、親方だ。ごめんフレイ、もう行かなきゃ。あー、ちょっとトイレ行ってきます。
マジで寒いな、今日は本当に。ああ、ただいま。お腹が痛いよ。ただいま。花なんて今までもらったことなかった。それが最後の。すごいお腹痛い。行くぞ。もうマナが増えてる。対策として、お前なぜまだスパールにいる。タンタサイラからは逃げられないぞ。あのお方は敵に容赦しない。決して。プレイノストの議員か。サイラについて詳しそうだ。あのお方について聞いてみよう。どれぐらい強いか。勇猛のタンタと呼ばれ、肉体や精神を強化する力に恵まれている。敵にはしたくない相手だ。しかもそれだけではない。軍の指揮官として兵を鼓舞する優れた統率力を持っておられる。戦地に赴けばその姿を見た敵が恐れをののいた。そっか、わかったよ。要はめちゃくちゃ強い戦士ってことね。なんで私を襲ってきたの。お前はレルムを侵害した。あのお方にとってお前は脅威でしかないのだ。線でも引いてくんなきゃ分かんないよ。ビザでも必要だっていうわけ。罪深いぞ。神聖な地を犯したのだからな。しかもあれだけの力を持つお方の領土なのだ。タンタサイラが脅威とみなし、そのせいでシパールは襲撃された。それだけじゃなさそうだが。どんなやつだったの。人にも厳しいが、それ以上に自分にも厳しい。近寄りがたく見えるかもしれないが、優しいお方だ。アーシアの人々を守ること、あのお方の信念だ。守るって、町を壊して住民を殺してるのに。お前のような不届き者に何がわかるというのだ。バカな質問だった。サイラがどんなやつか知ったところで、あいつがオリビアを殺したことに変わりはないよ。許す気はないね。話のこうボタンを押すまでが長いんだよな。タンタサイラがいずれこの町ごと消すだろう。あのお方に会って罪の報いを受けるがいい。ああ、言われなくても行くよ。報いを受けるのはあいつの方。嫌われたみたいだな。あら、どっかで見た気がする。ボタン押せないのこれだ。ここにいた猫かい。 あの子が飼ってた。オリビアにはあの猫しかいなくてね。オリビアを待ってんのかな。バカなやつだ。自分を置き去りにした人間など忘れた方が楽だというのに。ちょっと、オリビアは好きで置いていったわけじゃないよ。ああ、そうだったな。今のは失言だった。
ん、ここにいた猫かい？あの子が飼ってた。オリビアにはあの猫しかいなくてね。前はよく可愛らしい子がここに来てたんです。オリビアという子で、とても明るい子で、そよ風のような子でした。なのに、なぜタンタサイラは、どうして。そんなこと言われてもやな。オーデンが慌ててた。ボブに何かあったのかな。ああもう、また左なのか。まだ話は終わってないぞ。待ってくれ。見ていたのかね。子供たちが話を聞いてくれないんだ。前も聞いてもらえていなかったな。子供たちは今まともな教育を受けられる状況にない。彼らにとって大事なのは今日食べるパンなんだ。今はしのげるだろう。だが明日のパンを焼く方法を考えねば。それを伝えたいのだ。だがみんな全く耳を貸そうとしない。あんなことがあったんだし無理もないよ。誰もオリビアを救えなかった。かわいそうに。あの子だけは話を聞いてくれていたよ。文字の読み方を学んでいたら、あの子ならきっと本に夢中になったはずだ。みんな字も読めないの？だったらまずは、そうだな、簡単な歌とかにして教えたらいいんじゃない？なるほど。それなら確かにやってみる価値があるかもしれない。ありがとう。今までにない新しい学習法だ。早速試してみるよ。では私はこれで。まさかお前があいつに助言をしてやるとは思わなかったぞ。意外と親切なんだな、フレイ。別にただ思ったことを言っただけ。まあいいけど。
にかく早いとこ片付けよう。そうだな、同感だ。さあ、どの本が欲しいの？めっちゃいい本だよ。わかった、交換しよう。よし。持ってるもの見せてくれ。まだ2なんだ。ああ、残念だ。それじゃ。キノコが何に役立つのかがわからないんだよな。気になるな。それで猫を追いかけるのか。やっぱりボブのことも気になる。ここに何かあるの？私に？ありがとう、気が利くね。一杯どうだい？オリビアのことは聞いた。なんでタンタサイラはあんなことをしたのか。気をつけろよ。命あってこそだ。じゃな。何を飲むんだい？はいよ。チャオ。苦味が、うん、癖になるかも。またおいで。なんでいつもここに来ちゃうんだろう。すぐマップにしてほしい。寝るべきか。いや、寝てもしょうがないな。オーディン、
いないな。美味しそうな何か。ああ美味しそう。タンタたちの中に眠る力を引き出すことができると言われた不思議な泉。泉の影響で周辺の植物が異常の発達を遂げているため、泉の見分け方は一般人でも簡単にできる。この泉がいつから存在するのかを知る者はいないが、アーシャの名所でその存在は目撃されており、かつてはタンタたちに縁のある神聖な場所として扱われていた。アーシアにある不思議な泉。タンタたちと関係あるなら探してもいいかもな。タンタたちの命によるよりアーシアのタンタたちを祀るために建てられた石髄。巡礼者たちは各地に建てられたことの石髄を訪れることを旅の目的として、そこです、この地の平和をタンタたちに祈り、その信仰を捧げていた。石髄でよかったのかな。タンタたちが残した石碑か。ああ、だがなぜ作ったのか気になるな。石碑？あ、まだあるじゃん。ビソーリアのカーナセンテギルドにいた頃のロビアンの研究資料をまとめた本。その内容は病気を治すための薬の調合方法やその主な効果が書かれている。中でも注目すべきは、彼が発案した薬を気化する技術であり、それによって人の呼吸器官の炎症に対しての治療が可能というなったことが書かれている。めっちゃいいじゃん。やば、ボブってマジで天才だったんだ。それがあんな姿になってしまったとはな、悲劇だよ。トラーナの新しい手がかりはないか。しかしあんな状態では本人に聞いても大して役に立つ答えは返ってこないだろうな。作物が無事でよかったわ。パパが言ってた、小麦がないとみんな飢え死にだって。どうか今すぐやめてください。なんだ、
しているようで。その色は青だ。そして花が開く。ここで好き勝手されては困ると説明しているのに。その一本が最後のパローなんだ。分かったから話してあげて。ブレイクの中20年も生きた人よ。きっとまだここに慣れてないだけ。すぐに落ち着くはず。うん、自分に言ってるな。お父さん、お父さん、オーデンよ。オーデン、オーディ、お前か。どうしてここにいるんだ。向こうで会おうと思っていたのに、お前が来たら意味がない。いや大丈夫、迎えに来たのよ。一緒に帰りましょう。ごめんなさいね。落ち着いてください。それを渡して。渡してあげて、お父さん、お願い。ありがとう。あとは任せて。こんなことはもうさせないわ。約束する。私はなんと愚かなんだ。お父さんは愚かじゃない。私は信じてる。お父さんにはさせないと言ったけど、私は違う。今のうちに。また掟を破るの。悪いとは思うけど、これもアーシアを救うためよ。父が役立つと信じるなら私も信じるわ。はい、バブ。遠くから来た不思議な子か。そう、そのあんたが書いたポータルの資料だけど、トラーナ。おお、思った以上に深刻だ。すまない、頭が少しフラフラして混乱してるんだ。ヒュー。ヒュンヒュンヒュン。ヒュンって戻りたいの。元の世界に。あのクソ女を倒した後、生きてたらね。できるさ。クソ女を倒すこと、それとも家に帰ること。一つか両方か、どっちもダメか。わからん。頼もしいよ。そうだ、そう約束するよ。私が君をヒューンとしてやる。必ずだ。うん、傑作だ。壊れかかったじいさんが約束とは。ありがとう。私は何をしてるんだ、こんなところで。さあ帰りましょう、オーディ。そう、うん、行きましょう。また後でね。よいしょ。じゃあ私はこれからご飯を食べてきます。あ、何、そういえばボブ、なんでゾンビにならなかったんだろう。ブレイクの中を通ったのに。あの様子じゃそう大差ないがな。あ、これ見てからね。オーデンがボブを思う気持ちって不思議。不思議？なぜだ？私は親をそんな風に思ったことないから。ずっと一人で過ごしても感じ方は人それぞれなんだね。そんなもんだろ。人間というのは凄まじく複雑な生き物だからな。オリビア、何度か会っただけなのに頭から離れない。いい子だったよ。だが殺されてしまった。敵を討つべきだ。
さあ、資料室に向かうぞ。上層階だよね。何このヘンテコな木。面白いな。ブレイクのせいでこうなったわけではなさそうだ。この青い光は一体何なの。この木に流れる生命力、そういったところか。ほう、ま、地を出る前にもう少しサイラについて調べておいた方がよくないか。じゃあそろそろやめます。またね、バイバーイ。